レベッカ・ローミンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身のモデル、女優である、オランダ系。俳優のジョン・ステイモスと結婚中は、レベッカ・ローイコール・ステイモスの名前で活動していた。レベッカ・ロメイン、レベッカ・ロミジン等と表記されることもあるが、英語での発音は、ローメイン、で、ローメインが近い。父親は、家具職人、母親は教師。 カリフォルニア大学サンタクルーズ校在学中、友人に連れられて、モデルエージェンシーに行き、すぐに、モデルとなって、パリに2年ほど住んだ。フランスのエルシの表紙を飾ったり、ビクトリアズ・シークレットのショーで活躍した。その後女優業に興味を持ち、MTV の番組、ハウス・オブ・スタイルの司会を務めたり、フレンズへのゲスト出演で知名度を上げていった。2000年に公開された。 X-Men では全身に青いペイントを施してミスティーク役を演じた。メイクには毎回8時間かかったという続編2作にも出演した。2002年のファム・ファタールでは男を惑わす悪女ロールを演じた。2003年には同映画の PR のために初来日し、当時夫だったジョン・ステ・モスと東京ディズニーシーなどを観光していたという。 モデル時代に出会って1998年に結婚した俳優のジョン・ステイモスとは2004年に別居し2005年に離婚。それまでクレジットにつけていたステイモスは以降の出演作では外れている。2007年7月14日、俳優のジェリー・オ・コンネルと結婚。2008年12月双子の女の子を出産した。レベッカ・ローミン、ステイモス・バイオグラフィー。 f i l m r e f e r e n c e c o m 2 0 1 0年3月14日閲覧ジョンステイモース離婚申請書を提出シネマトゥデー http コロンスラッシュ www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n00052802012 年11月26日閲覧 レベッカ・ローミンとジェリー・オコンネル結婚。シネマトゥデー。h t t p w w w c i n e m a t o d y j p p a g e n 0 0 1 1 0 0 8 2 0 1 2年11月26日閲覧。 http コロンスラッシュスラッシュ www.people.com スラッシュ people スラッシュアーティクルスラッシュ例246336-00 html ハットローデイディオマリーザレベッカローミンウェルコムズツインガールズベイビーズレベッカローミンピープルドットコム2010年3月14日閲覧アグリーベティのレベッカローミンに双子の女児誕生 シネマトゥデイ。http://www.cinematode.jp スラッシュページスラッシュ n00164682012 年11月26日閲覧。ありがとうございます。